はい、自粛モード一色の日本ですけども、まあこんな事件が起きてますよ。これはひどいっていうふうにね、カッコで囲まれてますけども、なんとね、国が休業した百貨店を批判してるんですよ。丁寧に経済産業省の庁舎に呼び出して、なんて勝手なことしてんだと、飽きないじゃないか、せっかく都心に人が帰ってきてるのにデパ地下ぐらい開けるだろうみたいなこと言ってるんですよ。まあ、ちょっと待てよと、誰がそういう指示を出してるんだと、で、まあなんていうんですかね、もうこれもね、また煮えくり返ってくるんですけども、はっきり言ってね、私たち民間業者っていうのは、こういった政府のお役人の給料も稼いでるわけですよ。ね、この人たちが安穏と暮らしていて、こんな危機的状況でも給料がね、ビタ一文下がらないのも、私たちがもうめった打ちにされて、お金なんて全然なくなった状態でも、せっせっせっせとね、納税していたおかげだと思うんですよ。で、そこへつけてですね、百貨店に対して、じゃあ人が集まって3密とか言うんで閉めてみようかなと思って閉めれば、それは苦渋の選択ですよ。こういうふうなところがね、まあなんていうんですかね、営業を休止して閉めるわけですから。で、そこについてですね、もう人を呼び出しておいてですね、勝手なことすんなみたいなこと言うのは、こっちが勝手なことするなっていうことじゃないですか。なんかね、政府の方でもいろんなね、陣取り合戦があるんですよね、きっとね。経済産業省だとか、東京都だとか、他の省庁だとかで、自分の権力がどこにね、影響するのかってことをみんなで競争してるんですよね、きっとね。だから、経済産業省が、自分がね、なんていうんですか、管轄ですよ、こういった商売の。でも、こういうふうなことをね、おそらく、まあ、厚生労働省かなんかわかんないですけどね、厚生労働省は、感染を防ぐために、全てのね、営業を自粛してくれみたいなことを言うわけですよ。経済産業省は経済産業省で、あんまりにもね、いろんなところに休まれちゃうと、保証の問題もあるし、で、経済産業省の成績も落ちるしってことで、もう苦しいとこなんでしょう。でもね、そういうの抜きにして、省庁の壁を取っ払ってですね、まずは国民の暮らしが壊れないようにしていただきたいんですよね。だって国民の暮らしが壊れたらですね、この、なんですかね、お役人さんの給料も払えなくなっちゃうわけじゃないですか。まあなんかね、日銀がどん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 国債を吸ってですね、払うんでしょうけども、まあ少なくとも私たちは休業すればね、1円も入んないんですよ。それをもう込みでですね、早くこの騒動を収めたいがゆえに涙を飲んで百貨店、こんなどでかいところ閉めるわけですよ。そこにですね、安全のために閉めた、生命を安全にして閉めたと思ったら閉めるんじゃねえみたいなこと言ってね、じゃあどうなんだということなんですよ。結局は我々国民が何人死のうが眉毛一つ動かさないよね、そんな体質なのかなと思っちゃいますよ。こう見てくださいよ、これ国が明確な指針を出さないのが悪い、その通りですよね。民間企業の決断に基礎つけるなと、めちゃくちゃすぎるなと批判の声、当たり前ですよね。よくこんなことね、省庁に呼び出して言えたもんだと思いますよ。だいたいね、この民間企業がいつ営業していつ休むかなんて、もう大きなお世話なんですよ、普段から。で、そこに対してですね、休んだら怒るとか言って、もうどういうことなんでしょうかね。これはなんか裁判沙汰になるんじゃないですか、こういうのは。役人が何を言ってるかちょっとよくわからないと。民間企業が休むも飽きるも自由だろうというね、ツイートもあります。あ、リンク貼っちゃった。この国は政治家も役人もバカ野郎なのか。安倍政権、休業を発表の百貨店大手4社のトップを経済産業省に呼び、説教。なんてなかったことを休業するなって。大きなお世話だよ、ほんと。池袋の百貨店で感染者出てますが、政府は感染拡大させたいとしか思いません。正確に言うとですね、おそらくなんですけども、この今回の騒動ってのは、はっきり言ってね、政府はもう全く影響がないと、どうでもいいと思ってるんですよ。というので、このね、騒動の日本でのですよ、あくまで日本での感染率とか死亡率とか考えたら、もう無視していいレベルだっていうふうに政府は判断してるんだと思うんですよね。だからへっちゃらでこんなこと言うんですよ。もしくはですね、もう国民なんて何人死んでも構わないとかね、この際死んでしまうやつは全部殺してしまえみたいな、まあ本当に手間いらずで人が死ぬし、責任取んなくていいからラッキーぐらいのこと思ってるのかもしれないですよね。例えば生産力の低い人とか、あんまりお金を持ってない人とか、権力に組みしない人とかね。まあある国ではこれを機会に、反政府体制を取る人をどん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 粛清していったりとかね、連行して、で、どっかともなく行方不明になったとかね、ひどい話もあるわけですよ。こっちですね、苦情の決断をした百貨店、なんて勝手なというふうに一体どうすればいいのだ、自分たちが何の判断もできないくせによくよく民間を責められるものだ、本当に救いようがないですね。自粛して経済産業省が説教、アホかと経済産業省がね。で、その百貨店のね、
こういった責任ある方を呼ぶってのも、どれだけのコストを無駄にさせてるのかってこともね、よくよく考えてもらいたいですよね。その時給800円とか1000円の人が呼び出されるわけじゃないんですよ。それこそ多くの経済そのものを動かすようなその影響力のある方、時給で言ったらね、数万円って人を呼び出してね、勝手なことするなみたいなこと言ってるわけですよ。それこそね、森法務大臣を厳重注意しましたみたいな安倍総理言ってましたけども、あのぐらい厳重注意しました、ね、どんな注意なんだってことですよ。もう本当に なんでしょうね、これはね。どういうんでしょうか。まあ本当にギャグをね、やってるとしか思えない。最高のバラエティ番組ですよね。テイクアウト。まあ、リンクに記事貼っとくんで、怒りたい人は見てください。本当に怒りがね、漏れなくついていきます。それでは。